クリスティーナ・ナガオは、アメリカ合衆国出身の女性元フィギュアスケート選手。2009年ジュニアグランプリファイナル3位。ハーバード大学在学中。7歳でスケートを始める。2009から2010シーズンより、ジュニアグランプリシリーズに参戦。2000連続で3位。ジュニアグランプリファイナルでも3位となる。全米選手権では5位で、世界ジュニア選手権に初出場し8位。 2010から2011シーズン、前年より順位を上げ、ジュニアグランプリシリーズでは2戦ともに2位。ジュニアグランプリファイナルでは6位、全米選手権では2年連続の5位となった。2011から2012シーズン、シニアクラスへ移行こう、夏に全部を負傷したこともあり、グランプリシリーズは5位と10位に止まった。シーズン終了後、ブライアン・オーサーからマーク・ミッチェルとペーター・ヨハンソンに、 コーチを変更。拠点をトロントからボストンへ移した。2012から2013シーズン、スケートアメリカで2位となり、シニアの国際大会で初めてメダルを獲得する。エリック・ボン・パールハイでは4位。グランプリシリーズ全体の成績は7位だったが、ユーリア・リップニツカヤの欠場で繰り上がりとなり、グランプリファイナルに出場し6位。全米選手権では4年連続で5位。 2015年6月17日、学業に専念し、競技から引退することを発表した。ジャンプ、フリーサマー、メイワーク 2GAO、S アドバンテージハットリッチベネーテッド GAO、オナード、ツービーウィズスポーツ、S エリート、ハットザインサイドエッジ、GAO、チャールザスブックス、オーバーブレイズ、ハットワーグナーアッツニューバーニッシュ、トリプル、トリプルツーショート。ありがとうございます。